ウォッシュと農軍はアメリカが州国ミシュガン州ローアー半島の南東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は34万4791人であり、2000年の32万2895人から6.8%増加した。軍庁所在地はアナーバー市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ウォッシュと農軍は デトロイトはオーレンフリント広域都市圏に属している。軍内には、ミシガン大学、東ミシガン大学、ウォッシュトノーコミュニティカレッジ、コンコーディア大学、アナーバー校があり、また、トマス・エムクーリー法科大学のアナーバーキャンパスもある。ウォッシュトノー軍となった地域の昔は、ヒューロン川を渡るポタワトミトレールや、ポンティアックトレールで、フランス人公益業者による公益が行われ、 その後イギリス人が入り、続いてアメリカ人開拓者が入ってきた。最初の開拓地としては1809年頃にフランス人公益業者が現在のイプシランティに設立したものが成功した。1822年、ミシガン準州政府の立法委員会が軍の領域を設定したが、当座はウェイン軍の一部とみなされていた。1826年、 準州議会の立法により独立した軍となったが、管理上の目的で1829年までウェイン軍に付設されていた。この年に軍政府が設立された。その後軍領域からはインガム軍など新たな軍が分離して設立された。軍内の承諾地で水位を下げるために排水され、農地が作られていった。週間高速道路94号線と、 アメリカ国道23号線の交差点により、北西の沼地とウォータール保養地域の中にある小宅地は現在でも初期の形をとどめている。生産性の高い農場が作られるにつれて、土地の鹿の群れが大きくなった。1820年代と1830年代、トルコからギリシャが独立した動きが刺激となり、ギリシャ復古町建築物が建てられ、軍区、 町及び子供の名前もギリシャ風につけられた。1835年軍長所在地のアナーバーで、フロストビッテン憲法会議が開かれた。ミシガン巡州がトレドの退場領有を諦め、その代わりにアッパー半島の大半を手に入れたトレド戦争の解決に続いて、ミシガンは1837年1月26日に州に昇格した。1817年に、 デトロイトに設立されていたミシガン大学が、アナーバー氏が、希望通り州都に指名されなかったことの代償として、1839年にアナーバー氏に移転された。ミシガン大学はその後現在まで、軍内の最大雇用所であり続けている。1849年、ミシガン州立市販学校、現在の東ミシガン大学が、軍内最古の開拓地である。 イップシランティ市に設立された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は722.53平方マイルであり、このうち陸地709.94平方マイル、水域は12.59平方マイルで、水域率は1.74%である。週刊高速道路94号線産業道路、別名アナーバーアーウシとのアベニュー以下は2011年の 人口統計データである。ウォッシュトノー軍は下記20の軍区に分割されている。ウォッシュトノー軍はウェイン軍から分離して設立された。国内にある軍の中でウォッシュトノーと名付けられた唯一の軍であり、これはミシガン州に多い。人口が増えると軍区が形成された。軍区の中にあった小集落が成長して村や都市になった。軍区の中には チャーター軍区になることを選択したものもある。アナーバー中心外軍は10の公園と一つのレクリエーションセンターを運営している。公園の中には子供が水遊びできるスプリンクラーを備えたもの、ウォーターパークの性格のものやゴルフコースもある。レクリエーションセンターには水泳プール、屋内トラック、バスケットボールコート、エクササイズマシーンのセット、 ウェイトトレーニングルームなどと多目的ルームがある。軍は自然保護のために土地を取得中である。この計画は2001年に始まった。2007年7月までに8区画の土地が購入された。これらの土地は生態系保護で自然状態のままに保護され市中は公開されている。軍は民間企業との共同で無線ネットワークを維持しており、軍民の この計画は、ワイヤレスウォッシュと脳計画と呼ばれる。最終目標は、軍民の100%が利用できることである。軍政府は、軍監獄の運営、地方道の維持、地方裁判所の運営、権利譲渡と定当権設定記録など重要記録の維持、公衆衛生規制の管理、福祉など、社会サービスの項目で州の施策への参加を行う。軍政委員会は予算を管理するが、 法や条例を作るのは限定付き権限である。ミシガン州では、警察と消防、建設と区画割り、税評価、街路維持など地方政府の大半機能は、個々の都市と軍区の責任である。ありがとうございます。